スカーガフィヨルズルの位置、京湾内に浮かぶ島々。スカーガフィヨルズルはアイスランド北部にあるフィヨルドである。東をトロトラ半島、西をスカイイ半島に挟まれている。この地域の住民の4分の1は農村部に住んでいる。この地域がアイスランドで最も栄えている農業地帯の一つだからである。落農や牧用、 馬の飼育が広く行われており、中でもこの地域の馬は有名である。スカーガフィオルズルの近くには2つの基礎自治体がある。峡湾の大部分を囲んでいるスカーガフィオルズルと、やや内陸部に進んだところにあるアークラフレップルである。アイスランドにおける農業の中心地の一つであり、また、漁業の起点の一つとなっているである、ソイズアウルクロークルや、ホーフソースなどの町もある。 スカーガフィオルズルミンは、聖火体や馬術、集会といった面で優れていると評されている。京湾内には3つの島がある。それぞれマウルム島、ドラウング島、ルンド島という、ありがとうございます。